こんにちは。心理カウンセラーの高森です。人前で話すとき、変な質問されるのが嫌だし怖い、とってもプレッシャーですっていう相談を受けることがあります。こういった方はかなりの完璧主義の傾向があって、質問に対しては完璧に答えなければいけないっていうふうに思ったりしてるかもしれないですね。ただこれちゃんと説明するとなると、これ果てしなく時間かかることの方が多いですよね。そうすると、ほどほどのところで答えるっていうことでもいいと思うんですよね。必ずしも正確できちんとした精度の高いものっていうふうにやってしまいますと、これは非常にプレッシャーです。あるいはちょっとある種悪意のある質問っていうんでしょうかね。そういうのをやった時も、これはちゃんと答えようとすればするほど、相手はまたこじれた質問してくるってことになりますから、ほどほどのところで答えてっていうところで本来はいいと思うんですよね。あるいはこの時間の中ではちょっと趣旨がちょっとずれますので、このぐらいにさせていただきますというような、ちょっと撤退するっていうのでもいいんですよね。もう言われたことはその都度正確にきちんと答えるっていう、要はちゃんとしなければみたいな思いがすごく影響していることがありますので、この辺和らげていけるとすごく楽になっていけるかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下に、メンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。